皆さんこんにちは、アキです。はい、今実家にいます。岡山です。今日はね、なんかいつもみたいにやることとかあんま決めてないんですけど、前からね動画見てる人だったら知ってると思うんですけど、キャンプ場をね作ったんですよ。完成した後に今これ撮ってるんですけど、自分の住んでるところからねちょっと距離があるんで、往復したりとか、あと週の半分以上キャンプ場の方にいて、かなり忙しくてですね、 YouTube の更新しなくてもいいっちゃいいじゃないですか。けど動画の更新はちょっとしたいなと思ったんで、やりながらキャンプ場作りやってたんですけど、やっとねちょっと一段落したということで、ちょっともう疲れちゃったんで実家の方に来ました。そう、なんか燃え尽き症候群みたいな感じのになんかちょっとなってるかなと思ったんで、まあ、こうやって回してるから休みじゃねえじゃんって感じなんですけどのんびりした動画にしようかなと思って、まあ、適当な感じ撮ろうかなと思います。化粧だけしたんですけど、ちょっと行くのもちょっと若干めんどくさくなってきちゃった大丈夫かな今日の動画気が向いたらこんな感じで撮って、気が向いたら出かけてみたいな感じにしようかな。で、気が向いたらこの動画をアップするアップしないっていうまであるから。ブル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 アイアイブルベリーアイ、若さ生活のブルベリーアイ。いやー眠いな分かるかな、コンタクトしてる人分かる。いや私カラコンつけてるんですけど、一応柔らかいやつだけど、やっぱそのまま塗るとやばい。このさ黄色い犬みたいなのいいんだけど、こいつマジ超すごいんだよ。行ってきます。広い系の車が好きだからさ、運転しやすいから、めっちゃ運転しにくい。こんな手元映してどうすんだよ何を買うかも決めてないんですけど、とりあえずなんか買おうかなと思います。ニコットニコット来ました。ここもガンプラ置いてあるんでちょっと行ってみます。岡山駅西向け方面上りエスカレーター、今から自由に行ってきます。マジ膝痛いんだけど、膝が、右膝がマジで痛い、やばい。ああ、もうちょっと GU でね爆買いしちゃいました。結局プラモヤっていうかフィギュアとかねはしごしたんですけど、私が欲しいやつたまたまなかったんで買わなかったです。行きたいなと思ってたドッグカフェが今日お休みでした。ご飯で癒されることにします。今日はじゃあ今から私が大好きなところに行きます。最近全然行けてなくてですね、なんか頑張った時とかに行きたいなと思ってたんで、久しぶりに行こうかなと思います。うわー、また下がってる。いきなり車やーめー、来ました。匂いがやばい、最高。めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い。実食、うん、
ました。ごちそうさまでした。なんだよ。一人で打ちに行くことほぼないんですけど、9000円ぐらいで突っ込んじゃって1万6000円戻ってきたんで、危なかった。震えないと当たんないやつみたいなやつの設定にしてたんで、もう全然震えないから終わったわと思って当たって楽しかったもうそろそろ帰りますもうちょっと疲れてきちゃった。いい感じに今年も育っております。ふさふさ。はい、帰ってきました。おー、かわいいでしょこれ。リユの T シャツ4周年記念。外に着ていきたかったんですけど、ちょっとお腹がやっぱまだ買ったやつちょっと軽く紹介します。ディリンベロワ素材のワンピース。ワンピース楽なんだよね、腹隠せるしズボンめっちゃ伸びるからこれと、暑いから着れないけどスカートの長めのスカートで、これ裏起毛なんだよ。これ着る頃にはもうちょっとスリムになってるはずだから、 M サイズ買っちゃった。あとこれ 2個目なんですよ。めちゃくちゃ軽いしマジでいい。身長漏れるし、ほらやべえ、めっちゃ買ったと思ったけど全然買ってなかった。4つしか買ってなかった爆買いしたとか思って。あとはね、わかった、かわいい、何やの、一番くじゲットしちゃいました。これはテンション上がったわマジ。私カービィめっちゃ好きなんですけど、ハンギョドンも結構好きなんですよ。見てこれもライトついてる時の色がすごい編集やらないとパソコンを触らないっていうことがマジでちょっと久しぶりすぎて、ダラダラしててもついつい編集しなきゃとか若干やっぱ頭にね出てくるんですよ、こうやって遊びながら。普段はもう絶対やんないとやばいから嫌でもやるんですけど、疲れててもね。ママミヤ大阪や牛線みたいな。ロースステーキ丼です。いただきます。すごいスープもついてんだ。いける、いける美味しそうだ、実食。5分も経ってない気がするんだけど、いただきます。はい、コメント。めっちゃ柔らかくてうまい。昔からん、昭和の初期、昭和初期、高校の頃から行ってる。去年はちょっと早くやりすぎた。またサンプラインやるか、いいね、買う。ごちそうさまでした。おはようございます、キです。昨日もう取る気起きなくて帰ってきてそのまま普通に寝てました。昨日履いて寝たけどめちゃくちゃこれいいわ、やっぱビヨンビヨンだから、すんげえ伸びるからめちゃくちゃいい。
すごいお腹までしっかりこう保護されていい感じです。昨日はちょっとダラダラしちゃったんですけど、今日はちょっと着替えてやっていこうかなと思います。練習とかも、ね、一切やんないでも寝ることができたんで休むときはちゃんと休んで、ちょっと気分的にもいい感じになりますね大丈夫かなこの動画昨日の朝とかちょっと何喋ったか全然覚えてないんだけどさ、オープニングとテンション低かった気がするけど一旦こういう日もあるよっていう感じで撮ってみました。じゃあありがとうございました。半魚丼